大富豪で遭遇できましたが、富豪かなになれたのかな。でその後ね、もうは大貧、あ違う、貧民になって、ずっと貧民です。今大富豪、そうです、昨日は大富豪しました。妻子です。竹菜さんが竹菜呼び嫌がってた竹菜、竹菜ってでもあんま呼ばないけど、なんか LINE とかで、あの竹内なって、あの竹内だから、竹内かっこなとか竹内なってよく書かれてるんですよ。だからあの面倒くさくて、まこが略して竹菜って書いたら、あ竹菜みたいになったいつもはなやんさんって呼ぶ。お仕事終わった、お仕事おつまこ、竹里さん可愛い、ありがとうございまこ。フィーランドグリーンのおつまこさん、おつまこ、フィーランドグリーンだったの。ビギナーの JT さん、おつまこうに、 JT さんって名前見たことあるけど、ビギナーなんだね。セーター、おつまこ生誕 T シャツ買ったはずだけど届かない。ラーメンマンさん、あら、地域とかによるのかな。え、でもね、関東とかだったらどうなんだろう。愛知県近くの方が早く届くのかね。さっきからおつまこで大富豪始めてみたけど声違うね。え、声違う、結構一緒じゃない、どうだろう。大富豪の声よりショールームの声の方がちょっとワスに近いのかな、わかんない。制服じゃないです、制服じゃないよ。制服に見える、配信なんてジャージでいいよ、ね、ジャージでいいかな、わかんない、ね、ジャージって思ってないけど。今かわいいおうち時間なので、かわいいパジャマを今ね、姉タソと今検索中です。ネット通販をしようとしてます。浩平さん、三色団子ありがとうございます。私の家にも生誕 T シャツ届きました。デイグさんありがとうございます。生誕 T 忖度したんだけどね。革命してくれたんだけど、私そんな手札めっちゃ悪かったわけじゃなくてあーって、そう、竹菜大間、大橋は一人しかいないから大橋間ってつかないから、大橋は大橋です。大都会名古屋だけどまだ届かない。え、なんでだろうね。まあそれはね、個人差があるとして、毎日ポストを見てください。あれポストインなのかな、違うか、ピンポンかな。なんかまさ、田舎に住んでるけど今朝届いた、あら、じゃあ田舎の方が早く着くのかな。今日ちょっとかすれてる声は、全然かすれてませんか。ぐっちゃんハートありがとうございます。魔王おつまこの右腕って名前で大富豪してます、多分名前書いてます、あれそうなんだ、ありがとう。こちゃんみたいに体操服で、体操服持ってない、今日特に戦争っぽい雰囲気、ありがとう。今日ねメイクが漏れました。あ、さやとさんが、さやとさんがね、さやとさんがこのリップおすすめだよって言ってリップを貸してくれました。かわいい、めっちゃかわいい、いい感じ。今日はだからいつも毎日同じリップしか塗ってないんだけど、今日は違います。ぐっちゃんハート100個ありがとうございます。こうへいさんもハートたくさんありがとうございます。パンパカパーティーさん、三色団子ありがとうございます。ぐっちゃん音符ありがとうございます。にゃんたさんアイスありがとうございます。プルルさん三色団子ありがとうございます。たけりやさんモテをありがとうございます。って感じ、可愛いと思ってありがとう。服ワイシャツ、なんかワイシャツじゃないんだけど、こういうなんか髪の毛とかで隠れて分かんないけど、なんかリボンとかついてて可愛いやつ、そう可愛いんですよね、こんなこういうやつ。テロップに、テロップ書こう。
おつん、かわいい服ありがとう。デイクさん、かわいい、ありがとうございまこ。鈴木さん、札幌市民のアナさん、三色団子ありがとうございまこ。セタス、優しいね、優しいね。アンクルージュ、わかりません。あ、これはね、アンクルージュじゃない、多分なんか安いやつなんだけど、アンクルージュ好き。今日ちょっと暑いよね。暑いかな、暑い、外めっちゃ暑いんだけど、なんか家の中はさ、なんかね、なんか風が漏れてんのかな。なんか今ね、窓のね、窓の下のゴムみたいな部分がピピピピピピってパタパタパタってしてるんですよ、風で。だから風がね、漏れてんのかな。部屋の中寒いんですけど、最近風漏れてる説、怖すぎ、うん、寒すぎ、寒すぎ。ぐっちゃん、誰もありがとうございまこ。風漏れてる説ある、マジで。嵐を呼ぶ女、タソが来たから壊れた、うん、かもしれない。え、そうなんだよね、タソが来る前にさ、地震来たんだよね。なんかびっくりした、初めて名古屋に行って地震体験したもん。やば、うん、だからサイが来る余震かなみたいな。花粉入ってくるで、あ、きちんと窓が閉まってない。いや、ちゃんと閉まってて鍵もかかってるんだけど、違う、窓の下のゴムみたいな部分がピラピラーってしてて、おかしいな。台風、いや、ルームウェイめっちゃ売り切れてんだけどねえ、売り切れて、悲しい、やんだ。乗り遅れた、ルームウェイは、ね、ルームウェア戦争に乗り遅れました。悔しい、マジで乗り遅れたねえ。そんな古いの、え、全然古くないんだけど、なんか築50年みたいな、なんで築何年なんだろうね。築3年わかんない、何年なんだろうね。やまないで、泣いた泣いた。あつ森のミシンの音が聞こえる、ミシンの音みたいなパタ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 って聞こえるんですよ。なんで、なんでですか、なんでですか。タスの声って低めでかっこいいんで、泣いた泣いたか。コスプレしか、あ、そうだ、コスプレだね、そうだ、コスプレしてない、開封もしてないね、やばい。見てみよう、じゃあジェラピキ買おうか。高くない？高いんだ。バカ。ペラペラの。ついにジェラピキを買おうとしだす。やっぱ売り切れてるからジェラピキに手を出すしか。可愛い、あのグレイルの可愛いね。サンリオの半袖のやつ買おうかなと思ったら売り切れまくりっていうか売ってなくて、おかしいな。ジェラピキ見よう。うん。下は相変わらずのパジャマ、そうです。今日はあの茶色のカーディガンとあった、猫の、猫の猫柄のパジャマです。はい、かわいい、茶色ゼラピケ、いい感じ。生子のパジャマかわいいって言ったのかと思った、ジェラピケにかわいいって言ってた。じゃあ私は猫のパジャマ卒業してジェラピケの女子になる。ジェラピケはオタからもらうものって聞いたことある。あ、そうなんだ、来たことないけどもコスプレ何か買った？うん、買った、ネットで。うん、ジェラマコ、あのでもね、おうち時間のうちに買おうと思ってしたの、乗り遅れました。みんな買ってね、みんな買ってて、多分このライトも替えようの、もう一回買おうとしたらおうち時間でみんな買う、みんなおうちで自撮りしてるから。かわいいの、ソールドアウトだ、ね、おうち時間許せん、オンライン限定、めっちゃかわいい、許せん。よく見てほしい、めっちゃかわいくない？え、かわいい、何これ、何柄、クマ、クマちゃん、かわいい、欲しい欲しい、あ、こっち売ってんの、え、かわいい、こうかな。でもなんかクマ、乗り遅れまこ、そう、気がついたけどタスさんの声やママさんの声ってそっくりやね、やっぱそっくりなんですよね、似てるよね、うん、よく言われる。ジェラピケデビューしようとしたのに気になる、なんかクマ、もう売り切れにぶち切れまこ、そうだよ、ぶち切れまこよ、マジで。え、可
買わせて買わせてよ、売り切れないでよ。そうなんだよね。いや買いたいんだけど、なんか売り切れてて全然買えないんです。え、これ可愛いの？バカ高いの？え、可愛い。可愛い。それアイスクリームだ。夏だね。可愛い。可愛い。可愛い。めっちゃ可愛いね、この人。顔ちっちゃい。モデル。外国人のね。レベツ。おつまこ、金ならある、買わせろ。ないけど買わせて。ねえ、いろんなもの売り切れそう。おうち時間女子なので、あのやっぱ買わないと。今日ね、お昼ご飯はおうちカフェでした。おうちカフェ。ゼラピケ高いな。ゼラピケもどきでいいんですか。おつたさは服の好み一緒。うん、一緒多分。うんね、買わせてほしい。北さん初見です。こんにちは。ルームフォローよろしく。ウニアバターもぜひぜひ来てね。うん、ネットショッピングしたいんですけど、お部屋をおしゃれにしたい。え、なんならもう LED のあのなんかよくわかんないイルミネーションみたいなのとかつけようかな。ね、つけたい。ね、あの壁とかに、ね、どうやってつけてんだろうあれって。セロハンテープじゃね。あ、そうだよ。セロハンテープなのか。絶対そんなことない。うちの家の壁本当に何もないからね。カレンダーしかついてない。あとこれ、これとカレンダーしか家の壁ついてないから本当にね何もない。なんだろう、殺風景っていうか、なんだろう、今日の部屋だわこれは。うん、売り切れ半端ないです。パリピ化するおつまくハウス。え、でも部屋の LED ライトってパリピじゃなくない？割とインドア派のあのおしゃれ生活じゃない？あ、100均でね、透明のコップ買った。おしゃんな人って感じ。カレンダーあるんだ。さ、あるよ。あ、一応ちゃんと4月でした。よかった。3月で止まってるかと思った。カーテンがある。カーテンある。ミラーボールもつけましょうね。うん、テープライトって言って、あ、テープなの。え、野島かのさんが部屋中電装してるよ。いいな、野島さんの部屋めっちゃおしゃれそう。時計の時間は合ってるよ。でも秒数がちょっと間違えてるかも。シャンデリア欲しい。確かに欲しい。そういえば電気といえば、あ、15分経過しました。87日連続配信中、イエーイ。え、マホ3号さん、三色団子ありがとうございます。電飾、あ、電飾で合ってんだ。装飾の職に電気で電飾。87日来た、やったね。おめまこ87日、イエーイ、やったね。ありがとうございます。パチ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 です。ありがとう。100日が見えてきたね。見えてきました。100日までもう少し続くね。やったね。テキリアさん、ファイターありがとうございます。ありがとう。明日は87日、明日はパチパチの日ですね。90日目前、もう少し。どの先輩の部屋来たい。おしゃれそうなのはね、野島さんとかやっぱおしゃれそうだよね。とか誰だろうと、誰だろうなと思いつかない。なんだろうさん、謎の風呂敷ありがとうございます。エゴさん、あ、確かにエゴさんってすごい全てが可愛いと思う。ラーメンマンさん、ハートたくさんありがとうございます。
にゃんたさん三色団子ありがとうございます。おしゃれは系統もある。うん、でもお部屋は、お部屋はね本当におしゃれだったら結構何でもいい。うん、おしゃれだったら何でも好き。服の系統はさやっぱり好み分かれるんですけど、うん、あー分かる。こっちゃんさんのね、ゆっちのお家、勇気の中で、あとキャノンティ、キャノンティおしゃれだな、部屋絶対だから行ってみたい。あと誰だろう、さやかちゃんのお家とか気になるよね。なんかあれいっぱいいそう、なんだっけ、あの羊のショーンかいっぱいいそう。なんか白とかで揃えてそうなイメージある、勝手なイメージだけど。妻子の部屋人気そう。妻子さんの部屋は、あの姫たんはあの妻子の部屋が好き。いや分かんないけど。姫たんは、姫たんの部屋は謎に包まれてるので行ってみたいですね。多分入れてくれないと思う。内縁の部屋か、あ内縁の部屋はね、あの綺麗になんか A 型っぽい感じなんか綺麗な部屋だ、整理整頓って感じ。かわいい。何？外れないかね。どうやってさタブレット型にするの？お、外れた。すごい。すごい。めっちゃ性能いいねそのパソコン。めっちゃ欲しい。めっちゃ可愛くない？かわいい。そういうタイプいいね。そういうなんか緩い。ご覧になりますか、ね、ご覧になりますか。あの素晴らしいパソコンもあのあります。薄っすー、だって反対になるから。あ、そうなの。かわいらしいですね。薄っす、高性能、高性能。すごい薄っ、素晴らしいパソコン。タソさんがすごいパソコン買ったんです。待って、このさ薄っ、なるほど。見て、これがペロン、クリアファイルじゃん。軽っ、すごっ。え、このサイト買うの？買おう買おう。でも届くのかなそれ。ね、なんかちょっと届かなそう。なんかあのそういうのネットでお金入れるやつはちょっと怖いから、あの、ね、コンビニ支払いとかにした方が安全そう。高そうね、たくそうだね。タブレットパソコン、すごい、今初めて外したタブレットにね、折れそう。すごい、鍋敷より薄い、鍋敷より薄い。ダイナブック、あれあれ、姫たんが監視さん、監視たん、監視してる。タソいるの？いるよ、タソがいるよ。あの居候してくれてます。おー、めっちゃかわいい。監視タンです。タソーって喜んでる、なんか。やった、やったね。イエー、姫たん見てるとか言ってる。かわいい。それそれそれ、なんか見たことある。これにしようかな。ストロベリーかわいい、ね、ストロベリーのパジャマに欲しいんだけど、かわいい。どうやって洗うんだ。うん、ちょ、かわいいな。つまりで3人で遊ぶしか、姫たんとさやたそと。面白い、それはおつたんたそ。え、めっちゃかわいい。うん、かわいい。風和のメガネさん三色団子ありがとうございます。そうだ、聞いてほしいの。今日はあの昼にカレーをあの食べられたんだけどね、あの無印良品のね、なんか袋に入ってるカレーがあったから、あの嬉しいと思って食べようとしたので、湯煎はめんどくさいからレンジにしたんですよ。で、あの説明書に深めのお皿にカレー、あの移してラップをして、あのレンジでやってくださいって言ってたから、私はお皿の中に袋をポイって置いてラップをしてレンジにしたんですよ。したらバーンって、なんかなんかあのレンジでやる場合って書いてあったから、
そうやってくださいって言われたから言われた通りしたら、なんか電気がパキッパキッって、なんかなんだろう、落雷みたいな風に電子レンジがなってって思って、秒で止めて、そうして、私は移してっていうのは袋をお皿に入って移すってことだと思った。そしたら袋からカレーを移すってことだって、カレーが食べたくて仕方なすぎてレンジが壊れるとかそういうことを考えてないでレンチンしちゃったんです。死ぬかと思った、本当に。袋ごと入れちゃダメだなって、ま、学びました。危なかった本当に。お皿が焦げちゃった、泣いた。油性した方が早かった、そんなことはないねえ。やばかった、危なかった。雷鳴、火出た、わかんない、もう怖すぎて驚いたよ袋ごといけるのもあるけど、なんか銀のものを温めるとこうなるんだなってびっくりした。だからその後ちゃんとお皿にカレーを移して温めて食べてよ。本当に危なかったね、本当火事になんなくてよかった。なんかそのままさレンジから目を離してたらさ、マジで危なかったよね。本当によかった、学習しました、身をもって学習しました。危なかった。何しようかな、冷蔵うどんとかだと袋でいける。そう、私も冷凍パスタとかそういうのって袋でチンするじゃん。でもそういうのってカシャカシャの袋じゃん。でもこれなんかちょっと銀の袋だったから、うん、死ぬかと思った。そう、覚えました、レトルトカレーの温め方を学びました。作り方を熟読、めっちゃ読んだんですよ。ちゃんと朗読してからやったのに、写すっていうの理解力がなかったねえ、危ない、レンジなんか飛び散った、飛び散ったりはしてない。ほんと温めして5秒で稲妻だった稲妻イレブン。ブログに書くとまとめて話題になるのか、あ、そうなの、じゃあブログに書くね読解力、半熟卵のせが美味しい膜、私はちょっと固ゆでっぽいのをのせました。そう、ママが言ってた菌がついてるお皿はダメだよって。5秒で稲妻イレブンでした、マジで本当に危ない。サンダーマコブラックサンダー食べたい、マジで火事になる5秒、本当危なかった。うん、ちょっと気をつけます。今日ね、あとね、初めて自分でももやしナムル作った。もやしナムルってこんな簡単に美味しく作れるんだなって思いました。逃げ足早そうなんだっけ、サンダーマコ、つまこ魔法使えたの、電子レンジであんな色見たの初めて見た。ナムル美味しいよね、まこちゃん天才なんじゃない、天才かもしれない。ナムルね美味しい。一風堂のもやしのタレが個人的に好き。あ、私一風堂好き、ラーメン屋さん一風堂と一蘭しか名前知らないんですけど、一風堂が好き、細麺で美味しいし、お店の横の机に置いてあるもやしのやつは無限に食べて空になってしまうので気をつけようと思います。あれは美味しい。ぐっちゃんハートありがとうございます。そう、一風堂のもやし無限、あれあんな食べていいのかなっていつも思うんだけど、固めにするんだけど、そう、私は冷ましてる間に伸びちゃうから固ゆで派、本当は柔らかいのが好きなんだけど。今度ショールームでナムル作ってください。え、そんなつまんないつまんないんだけど、なんだっけ、たこ焼き配信ね、しようね。もやしたくさん食べていいよ、たくさん食べたいと思います。二郎系ももやしたくさん乗ってるの。風和なメガネさん、花束ありがとうございます。どれ買うこれ買いたいじゃん。
どれ？チーズも。なんかさ名刺だらけ。あ、そうなんだ。これかわいい。セットアップみたいな。え、何これかわいい。めっちゃかわいいね。かわいい。水色の、あ、そういうタイプね。中身がなんか洒落てる系。洒落てる系かね。あ、めっちゃ大人じゃん。かっこいい。かわいい。あこちゃんマイペースだよね。そうかな。あ、そうだ。よいしょ。よいしょ。うん、このかわいいな。アマゾンで何か買うの。GU のポケモンのやつはなんかよく見たらなんかいいかなと思ってやめた。アマゾン。タソまだルームウェア見てるのか。ずっと見てます、うん、一風堂のもやしは賞味期限切れると捨てられるか食べるしか。あ、そうなんだ。じゃあたくさん食べた方がいいんだ。今日も1位の方に書きたいと思います。はい、何書く今日は。もやし？電子レンジ？ルームウェアとか。あ、理想のルームウェア書こうかな。サンリオ系のルームウェア。サンリオはね、売り切れまくってたんで諦め、いい感じな買おうと思ってたやつが売り切れてた。電子レンジ、もやし、ルームウェア。理想の電子レンジ理想の電子レンジ。久しぶりまこちゃんのショール見れた、ありがとう。レンジ稲妻記念。え、じゃあ、あの私のあのお家の稲妻ができた電子レンジを書きたいと思います。稲妻電子レンジ。稲妻イレブン。なんか電子レンジの絵はなんか鮮明に描けるんだけど素晴らしい。稲妻ってどうやって描くんだろう。お皿の中が焦げて泣いた。でもカレーはあの無事。本日の出来事。はい、電子レンジで稲妻が起きました。はい、稲妻電子レンジというパワーはい、これは、まあ、イメージ図です。イメージ図なんか青っぽかった。稲妻は青っぽい。あの青い光が綺麗でした。綺麗だったけどマジで恐怖だった。ピカチュウの尻尾。ピカチュウの尻尾温めてる。電気ポケモンかわいい。で、お皿の内側がちょびっと焦げた。はい、そんな感じうまい？稲妻カレーライス。あ、五穀米カレーライス。あ、じゃカレーライス買ってます。今日はアボガドも食べた。アボガドって美味しいんだなって思った。めっちゃ今日はカレーライス食べた。難しいねカレーの絵って。チキンカレーだった。あの無印良品のお皿プラスチック。お皿はちゃんと陶器っていうか耐熱皿、耐熱皿だったんだけど、普通に焦げた。お米はあの五穀米なのでなんかちょっと紫とか入ってる。アボカドカレーに合いそう。確かにちょっとだけカレーに入れてる。ちょっとねアボカドもかけます。アボカドのやつって難しいね。
もうタスは料理係でした。タスはアボカドを切ってくれたり、あの千切りキャベツを切ってくれたりしました。マコはあのナムルを作って、おから蒸しパンを作って、なんだろう、電子レンジをちょっと爆発しつつもカレーを作って、カレーを温めしました。なんかこのアボカドキウイみたい、おいしい。これカレーとアボカド、得意のおから蒸しパンでました。そう、マコは食べなかったんだけど、斉藤さんがおから蒸しパンをサンドにしました。アボカドサンド、めっちゃおしゃピクって感じおしゃピクおうちカフェみたいな、そう流行りですね。雰囲気出てるのか、ありがとう。今度はルーから作ってみようね。いいかも、ルーから作ろうかな。うん、そうカレーとシチューって食べたい。もうシチューの時期は終わってしまうと思うけど、あとなんだっけ、理想のルームウェアを描きたいと思ったんだ。理想のルームウェアは今度はルー大芝、ルー大芝、え思い浮かばないけど、え思い浮かばない。スパイスを育てるところからスパイスをね育てて、こうなんかかわいい、こういう襟のやつもかわいい。こういうパジャマ、で、こうで、で、ピンク。うん、めっちゃ風の音やばくない？何なの？大丈夫かな？パタパタしてる。セロハンテープとか止めたら止まるかな？ああ、確かに止まるかね。あのマスキングテープしかないんだけどね。うん。ニコ生で常温3日目のカレー食べて食当たりになってた人いるから気をつけよう。え ?3 日目で食当たりになっちゃうの？ちゃんと火をかけなかったのかな？なんだろう、夏だったのかな？夏だったら冷蔵庫に入れないとやばい。3日目ってやばいかもね。2日目の夜までだな。ルームウェアピンクなんだ。ピンクがいい。理想のルームウェア。ハヤシライスもいいね。あ、わかる。ハヤシライスもいいと思う。スパイス。まず畑を出します。ルームウェアはモコモコですね。モコモコもいいよね。なんかあのいい感じのな、あのサラサラじゃなくて普通の生地、あの麺みたいな普通の生地で、ピンク。あ、いちご柄にしよう。いちごパジャマにします。短パン、シルクじゃない、シルク寒いからシルクは嫌よ。いちご柄のねやつがめっちゃ可愛かったので、いちご柄なんかハートかいちご、いちご柄で、こんな感じ。あ、可愛くなった。これこういう感じにしようと。麺、うどんみたいな抱き枕もあるもん。違うそっちの麺じゃない、麺違い。足が短い、足、まあ、短パン。私立の小学校の制服みたい。そうなの？違うよ。それと、あとね、あのカーディガンっぽい感じのふわーんってしたあのおしゃれ風な、ふわーん、ふわってしてる、うまく描けないこれ、かわいさが。いい感じのね、かわいい感じのやつ
なんか全然うまく書けなかった。あ、わかんない、全然うまく書けません。カエル梅部屋はサバサバコ、そう、あとダボダボのあのなんだスウェットみたいな、あの袖がブワンってしてるのがあの探しそうと思います。さすがいちごミルク村長、出たいちごミルク村長、私はあのいちごミルク村長です。いちごミルク村長だからマイメロメロのいちごミルク村長だからね、あのいちご柄のパジャマは大事だね。全然うまく描けないね、可愛くない、こんなパジャマ、こんな可愛くない違う、なんか思ってたんと違う、なんか袖がブワブワしてる可愛いやつがいいんだけど、思ってた感じと違く描けました。はい、そう、もし可愛いルームウェアを入手できたらルームウェアとかパジャマ配信みたいなしたいと思います。うん、まさかネグリジェだよ、ネグリジェ？半ズボン生活、そうだね。最後のはちょっと分かんない、最後のはあの分かんない、普通のスウェットですよ、普通のダボダボの。ドルマンスリープってどういうこと？何それ。パジャマでドライブしてからないし、パジャマでドライブ。こんばんは、こんばんは、こう今日あの散歩してきました。スウェットでもいいと思います。1個目規模、そう、1個目のピンクのやつをちょっと頑張って入手したい、頑張って探すね。こういうのってでも届くの遅そうだよね。うん、そう、お散歩、今日朝起きてお腹空いたけど、なんかお家になんか食べるものがいい感じのないなと思って、野菜とか食べたいと思ってね、朝起きて あのアネタスとスーパーでもやし、あとキャベツを一玉買ったので、もうこれでしばらく外に出ないでいいのと、あともうあのなんだっけ、アボカドも買って、なんかいろいろ買って、卵もなんかもうなくなってきたんで買って、ブロッコリーも買って、で、そうでであの朝昼兼用ご飯を作って食べました。納豆買ったよ、納豆買った、今日はこの前と違う種類の納豆を買った。豆腐はね、いっぱいあるから買ってない。キャベツは炒めるもよし、そうなんですよ。なんか今日ヘアアレンジどうしようかなって、うん髪の毛ね、この前巻いてみたら下手くそすぎてびっくりした。あと太巻きだったな。ブロッコリー買ったよ、納豆オムレツに挑戦。納豆は納豆、あのオムレツはオムレツで食べたいか。納豆次は混ぜてからタレ入れてみてみね。あのこの前そうしようかとしたら、そうしようかと思ったら、あの硬くて全然混ぜられなくて、タレで柔らかくして混ぜました、普通にうん、あわあわにだった。くしゅみした。納豆カレーうまいよ、別々がいいな食べ物別々で食べたいって感じ、あるある。納豆はとろ玉が楽ちんで、パキってさ、パキッ、蓋をパキってしたらタレが出てくるタイプとかさ、すごいよね。納豆の粒、大きいのと小粒どっちが好き？分かんない、多分今中粒小粒食べてるんだと思う。納豆だけで食べるのが好き。そう、納豆は納豆で、納豆味噌汁は、味噌汁がなんかちょっと臭くなりそうで食べられない。蓋にタレが入ってるの便利ね。最近液体飲んでないね、あのスープ、いや水は飲んでるけどスープあんま飲んでない。家にね、あのインスタントのスープ入手した、健康そうなメカブスープみたいな、
夜飲もうかな。 TKG 用の醤油で納豆食べてます。タレついてないの？コンソメスープじゃないやつ。竹内島が乗ってる東海ウォーカーで納豆特集してる。見たい。最近ソも食べてないんじゃないの？ソはね、人生で一度しか食べてないよ。あの配信で作った以来食べてないよ。健康にこだわるヘルシーマコ、ヘルシーマコ。何かと健康そうなもん食べます。もこ偉い、ありがとう。ふうわのメガネさん、三色団子ありがとうございます。そうだね、健康。久しぶり、この間作った一日の時間割通りに生活できてますか？平日は割と多分ちょっとできてるんですけど、土日なので、今日は、あ、そう、その計画をしてから初の土曜日じゃない？味噌汁もう作らないの？え、作ろうかな。そう、ね、スープとかトマトスープ作りたい。サヤタソニー作ってもらおうかな。曜日感覚あるんだね。そう、今日は土曜日だよ。曜日感覚はないけど土曜日だよ。そう、月曜日には海鮮の丼を食べたいなって思ってるんですよと決めてるんです、テイクアウトで。もし買ったら配信で食べようかな。ね、いいね。あ、でもダメだ、昼に食べるんだ。昼に食べるから配信できないんだった。写真を撮って大雨に飯テロします。まこちゃんこんにちは、こんにちは。海鮮何を食べるの？サーモン、イクラ食べれる。マグロは漬けマグロ好き。何にしようかね、ずっとね迷ってるの。ずっとねメニュー見て、ずっと毎日海鮮丼はどれにしようかなって。全部同じ値段だから、ね、全部ね、どれが一番豪華で美味しそうかをずっと考えてる。ウニ食えないの？ウニ食べたことない。サーモン一択だよね。サーモンだよね。サーモンいくら丼にしようか、2種のサーモン丼にしようかって思ってるんだけど、サーモンアボカド丼を最初食べようと思ってたんですけど、いや、それなら他の2種のサーモン丼とかにアボカド自分で買って乗せようみたいな。そうと思っております。サーモンいくらがいい。それにもさ、自分でアボカド乗せたら最高じゃない？もうね、いろいろ考えてる。いいアイデア、天才だなと思った。いろんな種類入ってる方がやっぱいいかなとか、いろいろ考えて毎日ワクワクしてます。炙るとさらに良い。炙りとろサーモンはなんか油っぽそうだからやめた。アボカドと醤油は相性よね。ね、今日はドレッシング、あ、そう、私和風ドレッシングデビューした。いつもごまだれしか食べたことなかったんだけど、和風ドレッシングがうまいってことに気づいて、毎日最近それです。現地さん、ハートありがとうございます。帰宅まこ、一日おつまこ。海鮮丼は酢飯いい派。酢飯好き。酢飯なのかな。克服増えてない？そう、克服増えた。納豆が食べれるようになったのは本当にもうすごいと思う。私はもう何しても納豆は絶対食べられなかったんですけど、食べれました。アボカドも前は食べられなかったんですよ。前キャノンティーがね、アボカドカフェに行ってておしゃれだなって思ったんだけど、その時私はアボカド食べられなかったんだけど、マコはなんと食べれるようになりましたので、アボカドカフェとか行きたいな。そう、和風ドレッシングあっさりヘルシー。そう、食べ物と和風ドレッシング、私ごまドレッシングじゃないとキャベツ食べれなかったのに食べれるようになっちゃった。すごい。すごいんですよ。大人になると味覚変わるし、大人になったんですよね、多分味覚が大人になったんですね。そう、大人になりました。トマトは我慢すれば食べれるけど絶対食べたくないなって感じ。
あの前食べたんですよ、チョレリーサラダみたいなのの中に入ってて、うん、ダメだった。やっぱりトマトはやっぱり大人になったら無理ですよね。アボカドってね、アボカドを単品で食べれるようになったのはすごい、めっちゃ美味しい。大人を感じるおつまご、納豆で。トマト食感がね、なんか生臭いっていうかね。キュウリは大好き、元から。キュウリ食べたいな。カルパッチョは作れますか。カルパッチョって何ですか。だからカルパッチョって何？なんだろうね。軽いパッチョ。パッチョ。お酢みたいな味する。お酢なんだ。オリーブオイルかと思った。入ってる。あ、あ？カルパッチョ。モッツァレラチーズとトマトが交互に置いてあるやつ？え、それは違くない？あ、それはカプレーゼみたいなやつだっけ？カプレーゼだ。カプレーゼめっちゃ美味しい。とりあえず食べてみたい。あ、あれやってみたい。なんだっけ、なんだっけ、アボカドと生ハムみたいな。うん、美味しそう。なんだっけ、なんとかユッケみたいなやつを食べてみたい、うん、ユッケって食べたくないんだけど、生肉だから生ハムでならいいなって思う。それは違うそれはカプレーゼでした。オツパッチョ、チキラッチョみたいなもん。あ、そうなんだ。チキラッチョってこと。なんだっけ、あれカプレーゼだっけ。あれ違うよね。カプ、あれカチ、カチラッチョ、えチキラッチョ、あ、カルパッチョだ。トマト体にいいから我慢して食べてるうちに慣れた。我慢して食べたら慣れるのかな。でもトマトだけはやっぱ、でもトマトスープはいけるかも。ミニトマトはやっぱね苦手でした。ハギラッチョ、チキラッチョ、カルパッチョ。サヤタソも散歩してるの。サヤタソと散歩してきた。カルパッチョ簡単につける。え、カルパッチョって何。カルパッチョって何。知ってるの。知ってるよまたハゲの話してる。え、みんながすぐハゲの話してくるから、そう、面白い。トマト青臭い匂いする。そう、そうなんだよね。サーモンのカルパッチョとかあるね、美味しそう。チーズ、モッツァレラチーズみたいな食べたいな。あのサラダみたいな感じの、なんて言うんだろう、なんか水分、なんだろう、ちょっとさ、ポソッとしてるやつ。加熱してないモッツァレラチーズ食べたくなってきた。コンビニ寄ってアイス買っちゃった。いいと思います。たまにはご褒美。アイス食べたい。アイス食べたいね。しましまうまんババア食べたいあ、板チョコアイス食べたい。なんか食べたいって思うものがピンポイントで出てくるんだよね最近。名前が出てくるの本当に。板チョコアイス超食べたいね。板チョコアイス食べたくない。え、って買おうかな。ちょっと食べたい、食べたい。明日食べようかな、ね、今日はね、お米食べられたし。新鮮お魚の切り身と野菜のコラボ料理みたいな。そうなんだ。うちにパルムがあります。いいね。パルム全然食べてない。パルム飽きたよね。いや、飽きてない、本当は。うそ食べたら美味しいね。パルムってめっちゃ美味しいんだよね。一時期パルムめっちゃ食べてたよね。パルムさ、1日1個食べてた。一口ずつ味わって食べるの、ちゃんと。あの一口噛んでは食べる、一口食べる、うん、幸せパルム。なんか最近冬は寒いからアイス食べられなくなった。チョコモナカ食べたい。チョコモナカジャンボ。でもなんかお布団の中でアイス食べるって幸せだなって思った。 Nウォームに包まれてアイスって最高。つまこはモナンをキャラで言ってくれ。つまこね、モナンはあんま好きじゃんモナンは美味しいけど、チョコが入ってる方が好きだから、あのチョコモナカジャンボが本当は好きです。プリン食べたい。イタリアンプリンタルトが食べたい。パルム箱買い。パルムの箱サイズのやつが好き。袋のやつはでかくてね、食べれないから箱のやつが食べたいよね。
こぼしたら一大事。なんだっけ、ウォッチ今何時、一大事。懐かしいね、一大事。アイスの実も美味しいよね。カフェオレ味が好き、アイスの実の。食べたことない。夏食べたことあって、めっちゃ美味しい、本当に美味しそう。あれ食べてみたい、まだ食べてないんだけど、チョコ味みたいな、なんか濃厚チョコみたいなのアイスの実食べたい。布団の中はか、布団の中っていうか毛布の中、毛布にくるまって食べるアイスは最高ですよ。かわいい。ハコパルムのアーモンド味は美味しい。私アーモンドあんま好きじゃないからねうん、あんま食べないんだけど、ノーマルが一番美味しいね。あとキャラメル、カフェオレアイス大好きなんだけど、パルムじゃなくてパピコも好き。コーヒーパルム、パルムじゃないわ、コーヒーパピコ。パピパピパパピポー、あれパピポーだ。これはそう、純喫茶風プリン味、そう氷で美味しそう。寒いから夏食べたい。妻子が小4の時に流行った妖怪ウォッチ、ヨーデルヨーデル、あれどんな振りだっけ、ヨーデル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 みたいなね。難しい、難しくない。あ、あこれだこれだヨーデル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 、妖怪デルケテルレンキン。大橋パピコ、大橋パピコです。パピコ半分こ、上の部分だけあげちゃい。温かいところでのアイスは最高ね、最高だよね。それドンマイケルジャクソン、こっちかと思った、こっちでした。ウォッチ今何時、5時54分。あれもう1時間、はい、や、はい、もう1時間経っちゃいそうなんですよ。早いですね。チャイつまこウォッチすごい、今何時って言ったら時間教えてくれた、ありがとう。なんかみんなアレクサみたいに教えてくれてありがとう。早いなね。ゴールドストーンで食べたことある、え、すごいちっちゃい時に食べたことある、ゴールドストーン。え、なんかさ、誕生日だと歌いながら作っててすごいよね。ね、あれやってみたい、タタ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 タって叩くやつ。アイストークですね。早いね、1時間。なんか今日めっちゃ早かった、1時間。つまこファンはアレクサ説、みんなアレクサなんですか。ありがとう、時間教えてくれて。板チョコアイス食べたい。板チョコアイスと超オレオのマクルーリーが食べたい。板チョコアイスだな、食べるなら。半分がねちょうどいい、あれは割と飽きる。誕生日はアイスのケーキですか。去年の誕生日初めてアイスのケーキ食べた。名古屋のお家でさやたそうが誕生日にお家来てて、でママと3人でアイスのケーキでお祝いしました。ろうそくつけて。そう、飲むプリンは甘くて、甘すぎて3日かかる飲むのに。はい、昔 TikTok でもコールドストーンの流行ってた。そうなんだ、コールドストーンってでも結構昔からあるイメージ。私小学生の時に食べた気がする。サーティワンの、そうサーティワンのケーキ、アイスの。本当にプリンは、プリンの飲み物は本当に甘くてずっと冷蔵庫に入ってて冷蔵庫から出しては飲んで、しまって一口飲んで、あ、やっぱ甘いなっていうのをね、一日何回もして3日かかりました。ピカチュウのポムポムプリンのです。パパもテレワークなの。そう、パパテレワークしてるよ。テレワーク、カタ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 、エクション、怖っ。アイスの実、アイスの口づけ、なんかやばいね。めちゃくちゃ、ね、大丈夫かな。上、うん、上。しげちゃん元気、元気だと思うよ。元気。ウニの写真はたくさん送られてくるよ、毎日ママから。可愛いので、たまにはママに送ろうかな。羨ましい、テレワークしたい。すぐ歌う、すぐ歌っちゃいなの。よく1時間4000人、わーい、4000人の方こんにちは。私もテレワークピエン、
テンピエン、テレワークっていいのかな悪いのかな。サヤタソウおつまこの歌はうまいと思う、普通じゃないかな。普通、普通です。テレワーク、テレチャイワーク、テレるってどんな。テレワーク、テレワークだと運動不足が心配だね。なんかデスクワークの人ってもともと運動不足なのにテレワークってさ、やばいよね。通勤時間がなくなるんだよね。通勤しなくていいから楽。確かにテレワーク。あくびの歌上手。あくびはどうして出るのかな。テレワークテレミスっちゃったみたいな。外ワーク怖い。外ワーク本当に気をつけてね、怖いよね。体重計に乗るのが怖いです確かに私もテレワーク、テレワーク。大吉ボテイトさんいいな、ありがとうございます。マコワークで給料もらいたい。マコワークってなんだろうね。マコワークって何すんの。テヘペロワーク、テヘペロ。ちなみに毎日おつワーク、いいね、いい習慣。みんな毎日マコワーク。今日も電車空いてました。よかったね。よくはないか。いやでも電車は空いてた方がいいよね。ふわのメガネさん、バラありがとうございます。ヤマホーサンゴさん、チューリップありがとうございます。デイクさん、かわいい、ありがとうございます。つまこにコメントするたびに1円。そうなの。スマホをひたすら見れるお仕事。おお、あーそっちのお仕事ね。マコワークは内職かな。内職、内職したいな。ティッシュに紙包む仕事。白熊カフェの常勤パンダさんがよくやってるやつ。うん、地味やな地味なね、作業好きだから。うん、ウニワーク、ウニウニ。パタパタ言ってる。また怖っ。パタ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 、ヘリコプターの音がするもん、部屋の中で。やばパタ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 。寒いよね、しかもね。やっぱさ、絶対風入ってきてる。やっぱ隙間風、穴開いてる。穴開いてる、うん、家に。なんで、あ、収まった、収まった。怖っ。パタパタパ。タソワーク、なんかタソさんパソコンいじってるからなんかテレワークっぽいね。テレワークしてるそう、お家で授業だって。うん、何の音、外からの音。なんか窓の、いや築50年じゃないんだねないんだって。この部屋は新しいんだって。あのなんでだろう、あのなんか窓の下のゴムが風でパタパタしてる。なんでだろう。雨漏りに隙間風大変ですね。でも雨漏りに隙間風してるのはあの実家です。実家はマジで隙間風やばいし、雨漏りたまにする本当にやばいと思う。マジやばいな。うん、何なんだろうあの家。ミシミシ言う。うん、そう、廊下が歩くとミシミシ言うそう、ラップ音する。ラップ音する。でもなんかパキパキっていう、パキパキ。なんかでも湯船寝てると、このうちもさ、前まで全然しなかったのに最近さするようになってきてる、ね。怖っ。なんてだろう。やめて。上の階がうるさいのかわかんないなんでなんだろうね。貧しい家庭なの貧しくないよ。しげちゃん、洗車の前に隙間塞いで。確かに、うちの家にはでもあるんですよ。あのなんか専用のなんかはなんだろう、こういうね、壁にこうやってさ、こういうなるやつをって置くと隙間風が防げるよってやつが冬になると登場するよ。ラップ音は機材のきしみ。最近きしんできたのかな。1年経ったからきしんだのかなそういうこと。そう、なんか最近ね、たまにプキッっていう。あ、ほら今プ
き、え、でもこれ鏡じゃない、さやの音今、え、さやの音、さやの爪の音、え、本当にこれ、え、違う、ホット今、え、怖い怖い、こんなこうやってやった時になった。あ、じゃあその音かもでしょ、うんうん、それだ。あまり気にしない、気にしない、ホラーじゃないよ全然。だってこの家行っても全然怖いと思わない。実家はなんか本当に一人でお留守番するのが怖くて、ママが帰ってくるまであの部屋から出られなかったなんかママがスマホ仕事行ってて、でお家お留守番してる時にあのなんか怖かったのよあの怖くて猫とリビングに閉じこもるんですよ、ずっとテレビとかつけて。で したらもうあの部屋から出たいなって思っても怖くて出られなくて、ママが帰ってくるまでずっと出られなかった。ママ帰ってきてから部屋から出られ、マジで怖い。あの実家は、実家には化け猫が、いやなんかでか猫とずっと一緒にいる、怖いから。そう、一人でお手洗い行けた、行けない行けない、怖くて行けなかった。実家は今はもう行けるんですけど、なんかねあの怖いんだよ。今はスマホという強いものがあるから、ずっと歩きスマホしながら家の廊下を歩いていけば全然大丈夫なんだけど、お家の中で歩きスマホすれば大丈夫なんだけど、あの昔はスマホ持ってなかった時はマジで怖かった。スマホニート説は本当ですか、さやたささん。ええ、どういうこと、スマホニートなの、スマホニート、実家配信の時はそんな老舗感なかったけど、あ、カーテンの前だしね、老舗の部屋、引き戸ですからね、老舗ですね。アイドルだからトイレ行かん、怖かった。実家、実家はなんかもう洗顔もできないレベルで怖い、目を閉じ後ろにいそうで怖いの、なんかが。だけどこっちの家はあの一人でのびのび暮らせるお家です。カーテンだらけ情報を得てる、カーテンだらけなんですよ老舗のお団子屋さんと聞いて、うちは老舗のお団子屋じゃないんですけど老舗です。持ってますよね、マジで持ってない、怖い、お家怖い。水回りよく振り向いちゃいけないって聞いた。あ、そうなんだ。いや本当にね怖いから、いつも風呂怖くない、怖い、窓も怖い、怖いよね。お風呂の窓怖くない、お風呂の深夜風呂入れないもん、そう深夜にお風呂入るの怖い、だから朝じゃないと入れないぐらい怖い。2時に入れないから4時に入ってた、うん4時、本当に家怖い。実家、実家のお風呂は本当に怖い、なんか窓が怖いもん夜の窓本当に怖い、後ろ振り向けない、そうだから本当カーテンつけようかと思った、ママに頼もうかと思ったカーテン扉も怖いし、お風呂のしげちゃんに改築してもらった、改築してもらった、お家建て替えて誰か、実家に怖い猫がいるんで、でもウニがいてから、そうウニが来てから怖いって思うことなくなったけど、逆にウニがどこかをこうやって何もないのにこうやってめっちゃね見回してて、それはたまに怖いなって思うんだよね。そう自宅だよね、絶対持ってる、なんでその指示してくれないのそう新たなカーテンタイムの誕生、はい建て替えます、よろしく、匠呼ぶしか、匠よろしく、テレレーテテ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 テ、いやでもよくその番組めっちゃ好きだった、そうめっちゃ好きだった、僕もよくさビフォースター見てから憧れてたもん、家族全員で見てたよね、そうそうビフォーアフター家族全員見たもん、家族でなんかめっちゃいっぱい部屋あんのにみんなリビングで、なんかしかもすごい狭いカーペットの上でね、何畳もあるのにね、2畳の中でみんな、2畳なのあれ、何畳なんだろう、4畳わかんない、4畳ぐらいじゃない、4畳ぐらいの中で収まってなぜかテレビを見るっていう、そうビフォーアフターめっちゃ楽しかった、見るのね、ビフォーアフターは家族の総意、ビフォーアフターをめっちゃ、そうビフォーアフターをマジで大好き、
お家はね広くっても怖いので怖いです。密集してて大丈夫それは今密集してないです。今はね、なんかあの頃は仲のいい家族でしたとか言ってるんだけど4畳の部屋があるのがレトロ感ある。リビングってこうこっちがキッチン側でこっち側がテレビある側で、そうテレビがある側でめっちゃみんなテレビ見る。でいつもしげちゃん自分の部屋テレビあるんだから見なよって言って追い出されるっていう感じ。うん密だね。ね今はねママとお父さんとウニちゃんで超3人使ってない部屋だらけじゃん。密です、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 ガラ空きです。お家かわいい。密しげちゃん、やばくない？これめっちゃ怖いんだけど。まだ見てたん？じゃあ次の見てる。え、それそれ僕もめっちゃさ、ね、それハニシナのそのさ猫ちゃんめっちゃ欲しいと思った。ね、かわいい。それは部屋着にしたい。かわいい。え、かわいい。それ買おうかな。怖い。自分が怖い。買ってしまいそう。買っちゃいしてよ。カートに入れる。めっちゃ欲しい欲しい。ね、欲しい。やばくさ、確かアカウントある。あんの？なんかクーポンみたいなのがさ来るんだよね。もう切れたかな。スマコルームがウニルームに、そう。ハニシナ売り切れててない。まだ売り切れてないと。ネットショッピング見るの楽しいよね。ウニちゃんと密の生活、そうだよ。ウニちゃんは密だよ。密です、密です、密です、密です。自分がこう、ハニシナ猫可愛い、可愛いよね。買っちゃいします。ポチるおつもことされたそう。かな。買っちゃい、買っちゃいだよ。買っちゃおっかな、買っちゃおっかな。このボタン押せば買っちゃうんだよ。そうなんだよね。ポチッポチッとなポチッすれば届いちゃうんだよ。そうなんだよね。そうそうなんだよ。1万円買うと送料無料だよ。 T シャツ2枚かな。あでもなね、ノリで買おう。お支払いはどちらが？あ、寝たそう。やっぱ押すの悩むのもあるあるなんだね。あるあるだよね、みんな。貸しちゃい、押しちゃい。パスの欲しいものリストに、欲しいものリストに追加しちゃい。送料無料の罠。でも1着ずつ買うよりね、2着ポチッとポチッとしちゃえば。そう、2、3着買ったらね1万円いっちゃうって悲しいよね。請求は絶対自分で支払います。カートに入れて1日は置きます。あー確かにいいねそれそれではそうそう1時間ぐらい経った、1時間過ぎたということで、そろそろランキングを読んでいきたいと思います。いきます。そう、ショーパン買っちゃいしたいんだけど、ショーパン可愛いのないか。グレールは？グレール見る？うん、ね、グレール可愛い。じゃあランキング読んでいきたいと思います。13位あきよしさん、ありがとうございまこ。12位ラーメンマンさん、ありがとうございまこ。11位 CD 大好きさん、ありがとうございまこ。10位おくちぃさん、ありがとうございまこ。9位 DD 五一さん、ありがとうございまこ。8位ひろあいさん、ありがとうございまこ。7位ガンズさん、ありがとうございまこ。6位ゾンビさん、ありがとうございまこ。5位いちごミルクちゃん、ありがとうございまこ。4位げんちゃさん、ありがとうございまこ。3位ヤマホー3号さん、ありがとうございまこ。そして2位デイクさん、ありがとうございまこ。そして第1位はジュルル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 ルフーワのメガネさん、ありがとうございまこ。はい、名前書いていきたいと思います。いきます。目がなんか変なのした。目さ、うん、いった。
左利きなの、左利きです。はい、1ふうわのメガネさん、ありがとうございます。ありがとう。外はすっかり夕暮れに、本当だね、さっきまで空青かったね。なんかだんだん暗くなってきました。はい、稲妻レンジ、稲妻イレブンレンジ、ふうわのメガネさん、ありがとう、ありがとうございます。焼肉弁当食べたいな。今日ずっと焼肉弁当が食べたいなって看板ずっと眺めてた。でも海鮮丼が待ってるから買わない。マコだあて左利き、あ、そうだ、圧倒妻ことサイン書かなきゃ、忘れてた。忘れてましたわ。はい、スマホさんのサインが書けました。はい、とつまこ、ふうわのめがねさん、ありがとうございます。ありがとう。肉は29日に、いいね、確かに29日は肉の日。でも自分でお家でさ、お肉買って焼いてもやしとかと食べたらいいかな。うつまこでした、ありがとうございます。ありがとうございます。でした、山もこちゃんモテよ、ありがとうございます。なべかずさんハート、ありがとうございますかな。よっちゃん小判、ありがとうございます。肉は4年後、そう、4年後のうるう年の29日にが4年に一度29日だよ。あ、肉の日だよ。28日は鳥の日。そうなの？鳥ってさ、とうの日かな。スーパーで焼肉セット買ったら半額ですもん。確かに。またね、おつまこ、ありがとうございまこでした。なんかあったっけ、いつもなんかじゃんけんだっけ。あ、トトロ写真とじゃんけんするか。久しぶりに最後まで見て、ありがとう。はい、半ズボン、撮影写真撮ります。みんなウニヤバ来ておつまこってコメントしてね。はい、おつまこ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 です。さやたさ混ざっとる。バイバイ、ありがとうございまこでした。みんな最後はあのじゃんけんをしたいと思いますので、いきますよ。最初はグー、じゃんけんグーグーグーでした。今日はグーグーパーグーチョキパーグー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 チョキグーチョキグー、負けた、負けました、勝った、あいこ、バイバーイ、ありがとうございました。おつまこ、バイバーイ、フォローしてねー。